私が今日ご紹介するのは、ジャルダンアンジェリークの美容液グロスです。このジャルダンアンジェリークの美容液グロスは、縦じわが伸びて、唇がふっくらしてくれます。サーモピンクなので血色もよく見えます。色は2色あります。サーモンピンクと、チョコレートラメベージュという色味があります。サーモンピンクは、普段使いにすごくぴったりな色味なんですけど、ゴールドがラメ感がすごく強いので、ちょっとメイクを雰囲気変えたい時とか、大人っぽく見せたい時に使うといいと思います。目元専用の会社の、まつげの美容液です。つけ方は簡単で、こういうブラシタイプになっているので、普段マスカラをつけるように、根元をちょっとしごく感じで塗ってあげると、まつげがすごく、しっかりとしてくるのと、まつげのエクステつけられている方とかでも塗ってあげると、まつげの切れが防止できたりできるので、毎日塗るように私はしています。これは、マスカラの、キャメルアイの EX と言います。箱に、2本入ってます。まず1の、普通のマスカラのタイプを塗ってあげて、その後に、2番の繊維を重ねて、もう一度 1番を、重ねて塗ってあげるとボリュームと、長さが両方出ます。何回重ねてもダマになりにくいので、好きな長さ好きな、ボリュームに仕上げることができます。たくさんつけるんですけど、お湯でスルッと落ちるのも、すごく魅力だと思います。私が紹介するのは、グローフェイスプライマーという商品です。こちらはですね、透明のベースになっております。シリコンが入っているので、毛穴とかシワの凸凹をカバーしてくれます。で、こちらのプライマーとセットでお使いいただきたいのがこちらのリキッドブラシになります。こうやって伸ばすことで均一に伸びていきます。で、ですね、手にプライマーが吸収されないのですごく経済的です。次はこちらですね、グローハイドレーションミストと言います。化粧の上からスプレーするミストになります。ローション化粧水ですね。ちょっと乾燥してきたなと思ったら、いつでもどこでもミストで水分補給ができます。次はこちらですね、ファンデーションになります。グロールースベースと言います。パウダーのベースになってます。すごく粒子が細かくて鎮静効果があるので、アトピー肌とかにもすごく優しいです。私もこれを使い出してからすごく肌が綺麗になったと言われます。次はコンシーラーです。こちら2色タイプになっております。暗い色から先に塗って明るい色でカバーします。すごくカバー力もあるんですけど、何より保湿力がありますので、目元乾燥されてるなっていう方にすごくおすすめです。そしてこちらのコンシーラーを塗るためのこちらカモフラージュブラシと言います。すごく細いタイプのブラシなんですけど、目の際とか小鼻ですね、隅っことかがすごく塗りやすいです。次はですね、こちらグローのパーフェクティングパウダーと言います。メイクのお直しですね、お直しの時に軽くお肌になじませる感じです。メイクのお直しの時につけてあげると皮脂を吸着してくれるので、すごくカバーができます。次がこちらグローのダスト 24K という商品になります。こちらはですね、最後のツヤ出しになりますね。ふんわりつけることで、すごく粒子が細かいんですけど、めちゃくちゃツヤが出ます。そしてこちらのダスト 24K とご一緒に使っていただきたい
こちらがテクスチャーブラシといいます。毛先のところが毛量が半分になってるんですね。なので粒子が細かくてもベタッとつかなくてふんわりと軽い仕上がりになります。次の商品はこちらのグローのブローパウダーデュオという商品です。こちらは眉を描く商品ですね。パウダータイプなのですごく自然なグラデーションができます。こちらのブローと使っていただきたいのがデュアルブローブラシといいます。大きい方と小さい方のブラシなので、大きい方は眉頭の方に、小さい方で眉尻をシャープに描くことができます。こちらはグローのスペシャルセット、パステルキットになります。すごくポーチが可愛くないですか。こちら中身はですね、こちらのシャープな削りですねと、こちらのリップクレヨンが入っております。さらにこちらの可愛いピンクのチークカラーが入っております。すごく発色がいいし、ミネラルで優しいので、ピンク色の色使いですごく優しくて可愛いメイクが演出できます。お次はこちらトリロジーからローズヒップオイルと言います。美容液オイルですね。こんな感じのスポイトタイプになっております。毛穴のキメとかをすごく整えてくれて滑らかなお肌に仕上げられます。ファンデーションとかに混ぜても使えます。すごくツヤが出ます。次はこちらのローズヒップオイルにリコピンですね、トマトの種子オイルを入れたものがこちらロザピンプラスになります。こちらもスポイトタイプですね。ボトルの 80% がリコピンが入っているので、すごくお肌に優しいです。次はこちらトリロジーのエブリシングバームです。こちらもちろんハンドクリームにはもちろんなんですけど、全身に使うことができます。髪の毛にもワックス代わりに使えます。すごく優しいので赤ちゃんにもお使いいただけますし、天然のかゆみ止めマルラオイルというものが入っています。炎症も止めてくれるので、ニキビのお肌の気になる方、ニキビがね気になる方とかにすごくおすすめしたい商品です。次はこちらです。トリロジーのハイドレーティングミストトナーといいます。化粧水のミストになります。ローズヒップオイルですね。こちらのローズヒップオイルを塗る前にこちらを拭いていただくとすごく吸収が良くなります。アロマの香りがするのですごく癒されます。次はこちらですね、見えますでしょうか。こちらメイクアップシリーズのコラージュパレットと言います。メイクパレットですね、プロ用のメイクパレットになってます。こちらがアイカラーとこちらフェイスカラーになってます。アイカラーの方が全35色とフェイスカラーの方が全12色入っております。ちなみに私が普段使いしたいのはこちらのブラウン系のアイシャドウですね。次はこちらですね、こちらもプロ用のメイクパレット、コラージュパレットのリップカラーの方になります。グロスタイプのものが全18色入っております。